橋本ホビーへようこそ。ということでね、今回はお香のね、道具が揃ったので、お香をね、焚いていこうかなと思います。今回焚くのは、以前ね、紹介したローザン白檀なんですけれども、小瓶にね、移し替えました。袋のままだとね、やりづらいんで、じゃあ早速ね、焚いていこうかなと思います。今回使う灰はね、これね。実際にはね、あんなちっちゃいスプーンじゃ埒が開かないので、大きいスプーン。半分ぐらい使ったかな。次はお箸でね、灰をほぐしていきます。今度は灰をね、押していきます。これぐらいで諦めようかな。そしたら型をね、乗せていきます。鳴らしていきます。
でコンコンしていきます。で肩上げていきます。じゃあね、型が抜けたので火をつけていきます。で、5分ぐらいね、経ったので喋ろうかなと思うんだけれども、白檀の香りね、粉の状態だと結構ね、角のあるような匂いがするんだけれども、炊いてしまうとね、案外なんていうのかな、そんなに角のある匂いじゃなくてね、とってもいい香りだと思います。で、5、6分ぐらい今経ってるのかな、わかんない、10分ぐらい経っちゃってるかもしれないけど、その状態でこれぐらい燃えました。このあたりですね。なのでどれぐらいだろうか、30分ぐらいは燃えるのかなと思います。で、型から抜くのが難しいよっていうね、話を聞いてたんですけど、確かに型にね、粉が詰まっちゃって落ちないっていうね、ことがまあまああるかなと思います。で、少し持ち上げた状態でね、コンコンと叩いてあげると、まあ落ちるんですけど、まあその時に崩れやすいよねっていうのはあったりするかもしれないです。で、このお香なんですけど、煙はやっぱり多いですね。煙というかですね、なんだろう、樹脂かなんかがね、蒸発してるんだろうなとは思うんですけれども、白檀自体に含まれてるね、結構漂いますし、煙の量は多いかなと思います。香りに関してもこう現代香みたいな強い香りっていうのを期待してると、全然期待外れかなと思います。本当にね、多分一旦部屋を出て入ってくるとすごく香りがしてるっていうのを気づくと思うんですけれども、ずっとね、焚いてる部屋の空間の中にいると大して匂いしないなっていうぐらいの強さですね。これぐらいモクモクと出てるんですけれども、意外と
香りはねしないです。まあしてるんだけどね。まあそれだけね、なんて言うんだろうな、自然な香りというかね、強い香りじゃないんだよね。でもしかしたらマンション暮らしとかで木材に囲まれてない方ね、そういう方だと結構匂いを強く感じるかもしれない。普段からね木造、まあ特に和室とかに住んでると、まあ、畳の匂いだったりとか木の匂いだったりとか、まあ、いろんなね匂いがしてるので、そんなにね白檀の香りっていうのが目立つっていうことは少ないのかなと思うんですけれども、鉄筋コンクリートのねあのお家とかだと普段からね木の香りがしてるとかではないので、うん、結構強めに感じるかもしれないね。でそうだな、炊いてみてどうだったのっていうと、やっぱり灰を鳴らすのがね結構むずいね。灰をね、鳴らす道具っていうのがこれ以外にもまだあって、もっと大きなね、灰を押す道具があるんだけど、そういうのがないとちょっと難しいのかなっていう気はした。あと、もしかしたらね、灰の種類というか、灰のサイズとか、そういうのも違うのかもしれないな。うん、わかんないね、その辺はね。中国本土で使われてる灰っていうのがどういうものかわからないので、なんとも言えないんだけれども。日本のね香炉灰でやるとちょっと難しいのかなーっていう気はした。でお香を詰める作業はね、まあ慣れてないから何とも言えないけど、まあ難しいっちゃ難しいのかな。でこのお香おすすめかどうかって言われるとめんどくさいよ。ほんとめんどくさい。だけどなんだろうな、本当に白檀の粉とか人工の粉とかそういうものを使えるので、お寺とかでね、炊くお香の香り好きだなとか、そういう方、その線香じゃなくてね、焼香とかの香り好きだなっていう方はおすすめかなと思います。ただ、多分焼香した方が簡単かなという気はします。ただ焼香の場合ね、ちょっとお香の刻んでるやつ、あれが高いんじゃないかな。あれがちょっと単価的には高いのかもしれないですけども、まあ、炭を埋めてね、その上に焼香をパラパラっとね乗せてあげるっていうスタイルの方が簡単かなっていう気はします。で香りをね楽しむだけっていうことだったら、そうやってねお焼香をしたり、まあ、現代的なねお線香、渦巻き型のお線香を買ったりとか、まあいろんなねやりようあるのかなと思うんですけれども、なんだろうな、この型に詰めるのが楽しいとか、あとは例えば、まあ、ハーブ系のねお香とかだったら日本でも育てられたりするので、まあ、そういったものをね粉にして、まあ、お香を楽しみたいよっていう方なんかにはいいのかなと思いますけれども、まあそういうのもねお焼香というか粗めに作ってね焼香にしたりとかできると思うので、まあやっぱりこのね型に詰めたりするのが楽しいよっていう方にはおすすめかなと思います。でめんどくさいので早くね香りが出てほしいっていう方はお線香とか渦巻き型のねお線香とかそういったものの方がいいかなと思います。あと煙の量がね気になるよっていう方もやっぱりねこれよりも線香タイプの方が煙は少ないんじゃないかなと思います。ということでね、今回はせっかくね中国から香炉を買ってみたので、中国のね伝統的なねお香のね炊き方っていうのをやってみたんですけれども、香りに関してはねバッチリいいんだけれども、やっぱりね伝統的な古い手法ということでね、めんどくささはあるかなと思いました。まあ別にね毎回毎回これをしないといけないっていうわけじゃなくて、高温型のねお香をしたりとか渦巻き型のお香をしたりとか、まあいろんなことできるんでね、こういったね形の香炉っていうのがね一つあると便利なんじゃないかなと思います。ということでね、お香の動画もっと見たいよとかね、この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。なんかね、やり方間違ってるよっていうところもあったりとか、アドバイスとかね、あったら気軽にね、教えていただけるととっても嬉しいです。Twitter、インスタもね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。